はい、どうも。あれ何やってんの？プラチナム打ってますよ。プラチナムって？はい。ここプラチナム。俺もプラチナム。ああ、そう。プラチナム打ってますよ。俺もちょっと用事があってきたんだけど。え、うん、シオンの用事？マジ用事で。そうそうそう。え、バトル系？バトル系。バトル、うん、プラチナムならバトル系。そうそうそう。プラチナム。プラチナムならバトル系ってことは、例のあれだ。そうそうそう。かも。これで、これそう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 。おーいえ、めーかもーめー半端ないぜ、はい、ご存知ですか、はい、ご存知ですか、プラチナではありません、プラチナムです。わかりますか？芸能事務所ですよ。です芸能事務所、芸能事務所、その芸能事務所に、はい、戦国の社長が訪れると、はい、すごい時代だな、もう。そうですよ、ほんとすごいですよ。何、はい、ですか、え、オーディション受けに来たんですか？いやいやいや、受かるわけないから受かるわけがないですよ、受かるわけがない僕は、はい、はい、残念ながら。結構、プラチナムさんと言ったら、それはもう有名だね、うん、はい、方もいっぱいいますから、ね、うん、すごい。この事務所で何をやらかそうとしてるんですか、藤井さん。これ実はですね、はい、あの1月29日に129、はい、E29、このプラチナム主催で、そして戦国 MC バトル監修で、女性 MC のみの大会、きたー、プラチナム、あ、ごめんなさい、あの、シンデレラ MC バトル、シンデレラ MC バトル、はい、やばいですね、というのを、1月29日渋谷ブエノスでやります。ブエノスしかも、はい、あら、これはまた、はい、そうですね、やばいですね。え、何時からなんですかこれ、こちらがまだ時間は決まってませんが、だいたい夕方ぐらいから、まあ、シンデレラっていうぐらいだから12時は回らないと思います、はい、なるほど、12時前には帰ってください、ね、はい、そうですね、はい、シンデレラ MC バトル、女性限定、女性限定です。え、お客さんは別に女性限定じゃないと思うんですか？お客さんはもちろん男性もね、男性も OK、はい、あ、バトル MC はつまりフィメールラッパーのみ、はい、やばい、それ見たい、めっちゃ口悪そうみんなすごいですね。そしてそこの司会が、はいはい、ホスト MC がプラチナモです、よろしくお願いしますはい、エースでございます。エースですね、よろしくお願いします。そしてそこの DJ が、DJ が、はい、DJ シオンです。多分ね、みんなシオンの声を聞くのは割と初めてに近いかな、かな、わかんない、いつもスクラッチのクッチュ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 しか聞いてないですね、はいはい、ということで、1月29日にやりまして、こちら決まってるのが、まあ、出場者いるんですね、もう出場者がまだ、とりあえず審査員の方が、あの、まず小町さん、はい、やばいですね。そして、ケンザ3キューバル、ケンザ3キューバル、こちらが決まってまして、おーおー、で、爽やか系な、そうですね。そして、こちら優勝するとなんと、はい、賞金5万円プラスプラス戦国 MC バトルから、はい、ミュージックビデオ作成権、わ、 PV、はい、え、ちなみにそれって やばいですね、はい、ブラジルでミュージックビデオ撮りたいって言ったら出すってことですね。いやいや、それはちょっとそれはちょっとそうですよね、ちょっとブラジルは無理だ、ハワイ、ブラジルとかね、はい、あの、すいません、国内限定にしてください国内限定で の作成なんです。あ、沖縄、でも沖縄はいない、沖縄はギリですよ、ギリ、沖縄ギリです、はい、なるほど、なるほど、国内限定の PV 制作、そうです、なってますので、よろしくお願いします。で、あの、今回プラチナムさんとやりますので、はい、あの、他にもあの、いろんな、あの、某有名、あの、ちょっとまだ発表できるかな、わかんないんですけど、某有名音楽会社さんのショーとか、あと某有名雑誌のショーですとか、はいはい、女性誌のショーですとか、女性誌なんですね、はい、だ、週刊少年ジャンプかと思って、いや、女性誌です女性誌なんですね。あとは、まあ、その特別プラチナム賞というのも決まってまして、こちらの方が発表できる範囲でいうと、4月に行われる、光栄のイベントで、お、渋谷光栄、はい、大体2400人が集まってほしいんですけど、すげえ、そちらの方で、プラチナム賞を取った方は、ライブができると、半端ないそうそうすごいんですよ、えそういう、すげえ、すごい。で、しかも、あの、こちらフィメール限定なんでね、あの、女性ラッパーまだまだ少ないと思うんで、参加者かなり少ないと思うんですよ。そうですね、チャンスが多分多くでも16人とかだと思うんですよ。だって逆に言ったら、はい、これ俺ちょっとあんまりあのネタをそんな詳しく知らないから言うんですけど、はい、これバトルに出ることによって月にいいねってそのままピョーンって、そうです、そうです、マイウェイランドウェイって感じの可能性も全然いっぱいある、全然した感じの、あ、でもそれもありますし、なんか、まあ、それはそのずれのアーティストにやるんですけど、まあ、自分としてはそのやっぱまだまだ女ラッパーとかすごく少ないと思うんですよ。確かに、でも女ラッパーが増えることによってやっぱ女性ファンとかも増えると思うし、間違いない、まあ、女性ファンが増えるってことはやっぱ男性ファンも増えるし、あの、どんどんそのシーンの、ね、あの規模が広がって
チャンスが広がればいいなと思いまして、こちらプラチナムさんと組んで、今回 の大会の得点だけでもすごい得点ばかりだと思うんで、通常の MC は考えられない得点ばかりだと思うんで、ぜひこのチャンスをつかみに来てもらいたいですね。はい、これやばい。え、なるほどね、はい、いやこれは出た方がいいですよ、マジで。いや、え、おなんでずるくない、こんなのもらえるんですか。もうそう、すごい。わ、え、お、ちょ、ちょ、切りに行こう。いやいや、切らないでください。出よう、これ出よう、マジで。シオンはいいですかね、切ってもらって。そういう切る、今以外しましたこれはすごいちょっと楽しみですね。はい、これはまあ、今資料、特別資料があって、まあ、ちょっと言えないんだけど、みんなには言えないんだけど、まだね、ちょっとぜひぜひ。でも本当にチャンスだと思うんですよ、本当に。で、これなんか、あれ、俺噂にはなんかさすがプラチナムって言われてオーディションバージョンもあるみたいな噂を聞いたんですけど。あ、そうですそうです。基本それ全員それでこれ出たい、1月29日の本戦出たいっていう、はいはいはい、少ない役でちょっとまあ8人か16人やるんですけど、そちらの、まあ、予選というかオーディションみたいなのがあります。はい、はい、でそちらは12月の、12月の18日、都内の、渋谷、プラチナム、まあ、プラチナムの本社、はい、渋谷ですね。まあ、ちょっとこちらの方は、下に書いてありますので、こちらの方に書いてありますので、よろしくお願いします。こちらメールを送れば担当者から、連絡が来ますので、よろしくお願いします。出場資格としてはまず女性であること、間違いない、はい、であと13歳以上の方。13歳以上、はい、なるほど。上は別に80でも90でも80でも90でも喜んでる、ね、幅広いですね。あとまあまあ、MC フリースタイルバトルができるってことはまあもちろんなんですけど、まあ、別にその多少ね興味があればそのオーディション来てもらって、はいはいはい、はい、まあなんかあれですよね、これからやろうとしてるぐらいのレベルでも全然いいよね。なんならだってぶっちゃけ、うん、これが初めてのラップっていうのも全然いいと思います、うん、俺もいいと思います。初めてのラップ行ってあれ案外私強いじゃんっていう可能性がいっぱいあると思うんでね、うんうん、ぜひ逆に今までラップに興味があって、うん、私かっこいいなって思ってたけど、うん、やる場所がないなって思ってた子もじゃんじゃんね、これねオーディション受けてみてください。多分ねいいきっかけになると思うので。そうですね、特に音楽活動とか芸能活動に興味がある人は、うん、ここに来てくればね、逆にラップじゃなくても他の道も全然プラチナムのオーディションになるんで。本当に正社員さんないですから、グラビアデビューですからね。なんないこんなグラビア見たことがないけど今日打ち合わせして今日そんなね、まあグラビアの処理から、はい、なるほどね。まあ一応そのまあそういうオーディションもやりますし、僕が選ぶシード枠もいますんで、すごい面白い大会になると思いますんで、こちら1月29日が本戦、そしてオーディションが12月18日、得点もいっぱいありますので、ぜひ皆さん挑戦、お客様たくさんお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ素晴らしいな、本当にこんな、はい、本当素晴らしいな、こんな素晴らしい現場を見に来るやつら待ってるぜ。おじゃあエースさんから待ってるぜということで、じゃあ最後、はい、じゃあシオンに一言もらって終わりにしましょう。バスタゴールバスタコールバスタコール、あ、ちょっと、いや本当に女の子だけの MC バトルとか、ちょっと昔で、一昔前とか考えられないと思うんで、本当に楽しみにしてます。 DJ として真面目すぎるな。真面目ですよ、俺は真面目なキャラですって、自己前ではイメージを気にして、俺は真面目なキャラですって周りに思われなきゃいけないんだって自分で言ってました。そういうこと言うよね、しよう。いや自分は真面目です。じゃあ、真面目、真面目な3人で、はい、お送りしました。じゃあ、たくさんの挑戦者、お客さん待ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はレイチ、足上がるんだろ。ジャミーね。待ってるぜ。シャルルの方がもしかしたら。じゃあ、お疲れです。ガタシ。